これでユージも桜ヶ丘メイツの一員だな。潜在能力を感じる。いやいや、お前なら俺の相方が務まると見たね。美咲ちゃん、おはようございますわ。梢ちゃん、おはよう。美咲ちゃんに会えない十数時間は地獄のようでしたわ。が転校してきて1週間、なんとか俺たちのグループに溶け込んできたように思う。そろそろだな。そうだね、そろそろやっとく。うん、やりましょう。美咲ちゃんがそう言うなら私も賛成ですわ。そりゃあもちろん。ユージの歓迎会に決まってるだろう。場所はいつものとこな。わかりました、伊藤屋さんですね。ユージ、俺のフルネームを言ってみろ。そ、オレンジ。住子の家はお好み焼き屋なの。つうわけで、本日放課後、我が伊藤屋にて立花ユージ歓迎会を行います。うるってご参加ください。はいはい、私も参加します。それは秘密。おっしゃー、美里先生が参加してくれるなら今回は俺のおごりっすよ。おお、すみこ男らしいぞ。みんなで立花くんを盛り上げよう。おう。およよ、もしかしてユージちょっと感動してる？また照れちゃってかわいい。いいからいいから。お、いたいた、レイ。おい、レイ、こっちこっち。呼んだか、サキ。話したっしょ。こっちが私のいとこのユージ。おお、待てよ、慶次郎おじさんの。ああ、私の父は君たち二人の父上とは古くからの友人だ。レイはね、雪戸神社の神主の娘さんなんだよ。雪戸神社、ほれ、おばさんが結婚した時の鳥頭め。それでさ、これからこのユージの歓迎会するんだけど、来る？うん、参加させてもらおう。礼でいいよ、
と、タメ口でいい。肩が凝るからな。うん、それでいい。どう？すっごい美人でしょ。レイはね、学校でもトップの成績なんだよ。それはちょっと違うかな。ま、付き合ってればわかるよ。さあ、じゃんじゃん食ってくれ。言われなくても食うよ。いただきます。おいしい。あー、お二人ともナイスな顔ですわ。さあさあさあ、レイ姉さん一杯どうぞ。気が利くな。なんだ、酒は飲めない口か。そうそう、お前も飲め。おお、この子が慶次郎の息子かい。母ちゃん、いきなり出てくんなよ。あの慶次郎の息子って言うから来てみれば。まあ顔も声もそっくりだね。ご存知なんですか。ご存知も何も、この界隈で立花兄弟って言ったら知らないもんはいないよ。筋金入りの悪ガキで、私も何回スカートをめくられたことか。げ、母ちゃんのスカートを。何を言ってんだい、私は昔は美人で有名だったんだよ。嘘つけ。もういいから母ちゃんは引っ込んでろよ。はいはい、まあ今日は好きなだけ食っていっとくれ。ところで立花、部活には入ったのか。でこれから入る予定は。なるほど、だったら環境整備委員会に入らないか。学校内外の自然環境や施設を清掃または管理する委員だ。特にうちの町には雪桜があるからな。どうした。そうか、雪桜というのはこの町のシンボルだ。冬に花を咲かせる桜、雪桜。うちの雪と神社はその雪桜をご神木として祀っている神社だ。立花くん、環境整備委員会に入って。入りなさい。ああ、ちなみに美里先生は顧問だ。この学校に慣れていない立花くんには、如月さんのような人のサポートが必要です。というわけで入会決定。もうお姉ちゃん飲みすぎ。さらに美咲も檜山も委員会のメンバーだ。よかったな、可愛い女の子揃いで。じそうですわ、立花君にだけとってもいいものをお見せしますわ。皆さんは席を外してくださいな。え、俺も。当然ですわ、立花君にだけ見せて差し上げるんですもの。私も見たい。秘密にされると気になるな。申し訳ありません、今回はご遠慮くださいませ。梢ちゃん、私も見ちゃダメ。はい、申し訳ありません。そう、じゃあまた今度見せてね。もちろんですわ。うわー、ますます怪しい。気になる、檜山の生パンツか。なわけあるか。うおー、円錐に、円錐に。ユージ、私たちはこいつの部屋に行っとくよ。また後でな。こちらですわ。ただの写真じゃありませんの。
私が幼い頃からずっと見てきた美咲ちゃんの記録ですわ。まずこの写真を、初めて美咲ちゃんを激写した時の写真ですわ。この時美咲ちゃんは6歳でしたわ。このぬいぐるみは私がプレゼントしたものですの。美咲ちゃんとっても喜んでくれて。あー、思い出すだけでゾクゾクしますわ。次のページですわ。これは美咲ちゃんが近所の野良犬に追いかけられて泣いている写真ですわ。泣き顔もキュートですわ。私はカメラを持ってましたもの。もちろん後ほどこの犬には罪にふさわしい制裁を行いましたわ。次のページ、こちらは特にキュートですわ。こちらの写真が5分前の写真で、5分後の写真がこちらですわ。美咲ちゃんの生まれっぷり、さすがでしたわ。私はカメラを持ってましたもの。もちろん後ほどこの雪には、その通りですわ。熱湯で完膚抜きまでに消滅させてやりましたわ。まだまだ写真はたくさんありますわ。お分かりいただけました？美咲ちゃんの超超プリティなお姿、結構ですわ。さてここからが本題ですわ。ぶっちゃけたところをお伺いしたいのですが、立花くんは美咲ちゃんのことをどう思います？当然ですわ。だって美咲ちゃんですもの。私が聞きたいのは、美咲ちゃんに恋をしてますか？ということですわ。存じておりますわ。そうでしょうか。時間は関係ないと思いますわよ。